皆さん、こんにちは。本日は LGL2021 アカデミーリーグ Day5 の模様をお届けしております。この後はゲーム 2V3 スポーツアカデミーバスクレストゲーミングアカデミーの試合の模様をお送りいたします。実況解説はアイセンさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんだかんだ初めてと。そうですね、はい、はい。まあ、僕もちょっと解説がちょっとアカデミーレベルなので、ちょっと緊張してますけど、はい、聞いててね、アイセンさんの解説の先生みたいだってなんか楽しいですね、聞いてて。いやいや、まあ、そうやっていただけるなら、いろいろ教えてもらってるんだから、はい、コーチングをしてる時もこんな感じなのかなみたいな。そうですね、まあ、ほぼ一緒の感じです。ほぼ一緒の感じなんですね。コーチングしてるやつを、まあ、こうやって、まあ、公の場で喋らせていただいてるっていう感じですね、はい。じゃあ今日はね、アカデミーリーグをもう見ている皆さんもね、一緒にアイセン先生に教えていただきながらこの試合楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それではここ頂上決戦ですね、アカデミーリーグの非常に楽しみなマッチアップですから、す、ね、はい、改めてスターターから見ていきたいと思います。さあ、画面向かって左手、 V3 スポーツアカデミーのスターターです。トップ、ワシライ。ジャングル、ユニカ。ミッド、エウゲオ。ADC、マーブル。サポート、ヘテルとなっております。続きまして、クレストゲーミングアクトアカデミーのスターターです。トップ、モモ。ジャングル、フナフィ。ミッド、カイト。 ADC、チコ。サポート、プリモとなっております。さあ、ここのマッチアップ、どういうところを注目になるでしょう。そうですね、基本的にはですね、やっぱり V3 は、全レーンが強い、まあ、メインがジャングルミッドからやっぱり、ゲームっていうのは始まると思うんですけども、トップレーン見ても、かなり仕事してますし、ボットレーンは本当にイバズが思うからですけども強いので、まあ、CGA としてはやっぱり、全部強いので、どこかやっぱり起点を作らないといけないということで、 CGA だと、やっぱり一部経験でも、一部リーグでも経験のあるカイト選手でしたり、まあ、僕が見てる分では、モモ選手かなり仕事をしていると思うので、ソロレーンのカイト選手、モモ選手、あとはフナフィ選手の、まあ、上から作っていくのがいいのかなと思いますね、はい。まあ、これまでのところ V3 スポーツアカデミーは無敗というところを考えると、やはりここに対して、まあ、何かしら対策も、はい、考えなければいけないじゃないですか、はい。やっぱりユニカとエウゲオの話がこれまでの、まあ、実況解説見ててもかなり多い、そして中心だなというところですから、はい、ここを CGA どう考えるかですよね、はい。そうですね、CGA も強気にですね、ジャングルミッドのラインを強めのピックをした方がいいと思いますね、弱気というか、ゲームを長引かせてゆっくりいけるようなチャンピオンではなくて、うん、失敗してもいいから、ジャングルミッド強気にいって、それをサイドレーンに普及させていって、もう逆に V3 に序盤からどんどん、ま、もう勝っていくぞっていう強い姿勢の、ピックが見られると僕は、いいと思います、うん、はい。まずカイト選手ですが、先ほどアイセンさんのお話もありましたが、はい、まあ、まずレーンが強いというのが、CS ディファレンスアット15、はい、15分のところの対面 CS がプラス23、平均ですよ、はいはい、プラス23ですから、まあ、相当強いと。相当ですね、しかもですね、一部に出ている時にはもうピュアメイジがメインのチャンピオンプールかなと思ったんですけども、アカデミーのリーグが始まってからはイレリアだったりの、強めのですねブルーザーのチャンピオンもやれることが、そこで初めて僕たちも分かったの で、 そうです、ね、もっともっと隠しですね、まだ手札があると、面白くなるかなと思いますね。あとはそのモモ選手なんですが、こうデータだけ見るとちょっとそのレーンのスタッフとかもあまりいいわけではなかったんですが、どういうところにそのモモ選手の活躍っていうのを感じるんですか、はい。ですね、逆にスタッツが悪いというか、スタッツがそこまでトップに多分プライオリティをCGA としては持っていなくて、うん、ボット、ジャングルミッド下側で、どちらかというとゲームを動かしていて、モモ選手は割とキャンプされている側の、立場にあるんですけども、その中でも、割と集団戦のナーの働きだったりとかも結構目を見張るものがあったので、コスパがいい、プレイヤーだと思います。あんまりトップに、リソースを吐かなくてもちゃんと仕事をしてくれるっていうプレイヤーだと思うので、うん、逆にですね、トップに、リソースを吐いたときにどうなるかなっていうのが、見てみたいですね、はい。なんかぶつけでも面白いかなと思いますか。はい、CGA がトップレンサイドで、はい、なんていう勝負仕掛けるというかは全然いいと思いますね。逆にボットやっぱりちょっとですね、僕の中での評価が高すぎるのもあると思うんですけどマーブル選手が強すぎると思うので、正直オーバーパワーぐらいだと思うので、やっぱり上から作っていくしかないのかなって、僕がコーチでも多分そういうバンピックやるかなと思います。
確か、先日、まあ、デイ4で、はい、まあ、2回ぐらいデッドも加算なんですけど、はい、まだ KD が、ね、なんか30超えてる。そう、おかしいんですよね、はい、おかしいんですよ。リーグオブレジェンドそういうゲームじゃないんですよね。そう、はい、あの5とか8とかで、あ、いいねみたいな。いい、はい、普通によくても3とか4でも全然いいですからね。全然全然いい、10倍ですからね、はい、おかしいですからね。おかしい、はい、じゃそこではなくてっていうところですかね。そうですね、たとえボットにガンクしたとしてもうまくさばける、もしくはめちゃくちゃリソース測れちゃうと思うんですよ。ガンクが決まったとしてももうフラッシュ3枚とか4枚落ちたり TP 落ちたりとかだと思うので、うん、ならトップで勝負した方がいいかなと思いますね。なるほど。さあそれではドラフト始まったようです。見ていきましょう。ブルーサイドクレストゲーミングアクトアカデミー、レッドサイド V3 スポーツアカデミーです。今回はコイントスの結果 V3 e スポーツアカデミーがサイドの選択権を取得し、レッドサイドです。はい、ビエゴ、イレリア、ジェイ、そしてセナ。なるほど。そうですね、プリモ選手のセナ警戒ですかね。そうですね、リサンドラ出てきますからね。そうですね、リサンドラもありますね、いろいろありますからね。そこを潰しつつ、あ、ボット差でやはりバルスは怖いですか。バルスは怖いですね、そうですね、まあ、ブルーサイドを持ってるので、まあ、FP でバルス取ってもいいかなと思うんですけども、まあ、なおですね、うん、マーブル選手もし自分たちが取らなかった時にちょっと怖すぎるということでバルスバンしましたね。さあそして最後がカミールの番になりました。カイト選手はこれまでターゲットバンされていたチャンピオン結構空いてますね。そうですね、V3 もエウギオ選手も毎回毎回ですね、結構5体のうちの 3,4 体とかもう5体全部ミッドチャンピオンターゲットでバンされてたんですけど、今回はミッドチャンピオンもバンも少ないですね。まあエウゲオ選手もカイト選手も一部経験してますからね。そうなんですよね、割とどちらももうチャンピオンプールしっかりしてるので、まあ消したところであまり意味がないのかもしれませんね。さあここはフナフィーが対応しているリーシンを CGA 優先していきました。はい、 CGA このピック好きですね。リーシン、うん、フナフィー選手得意なので渡してあげてますね。これはいいと思います。やっぱりジャングルミッド、強気なピックした方がいいよっていう話を僕もしたんですけども、自信のあってしかもメタ、の中心のチャンピオンなのでリーシンはいいピックだと思いますね。お、ガリオですか。もしかしたらジャーバンとか取っても面白いかもしれないですね。 V3 トップジャングルフレックスできますし、まだサポートガリオの可能性も、捨てきれないですね。これはフレックスピックですね。シンジャーを続いて取っていきます。まあ、シンジャーをそうですね、シンジャーをジャーバンどちらでもいいと思いますけども、多分、おそらくですねユニカ選手今自分の中でも評価が高いというのがシンジャオだったのだと思いますね。シンジャオが、ブリンク E W 当ててから E ブリンクで入ってもガリオもついていけますし、ジャングルミッドも強いラインが組めるのでここもいいピックですね。なるほど。ジャングルミッドもしかしたらバチバチになるかもしれないです、うん、そしてボットレーンではなく他のところ作った方がいいとなれば、やっぱエズリアルが向いてるのかなとは思いましたが、これはいいと思いますね。いいバンピックだと思いますね。マーブル選手のエズリアル、上げちゃうのも怖いので、取り上げた上で、やっぱり、ボットエズリアルにはオルスバンをさせて他のレーンで作るっていう感じではかなりいいと思います。シンドラもいいですね。やっぱりジャングルミッドめちゃくちゃ強いですね。しかもカイトの一番得意なチャンピオンですね。そうですね、シンドラは一部の時にも、シンドラはカイト選手見ましたけども、本当にしっかりしてました。レーニングが、割とですね、リキャップ選手みたいな、レーニングの仕方だと思いますね。しっかりと CS を取って一番安定で、ちゃんとしてますね、本当ミッドレーナーとして。さあここ、まあ、明治が来るっていう予想でミッドガリオにしていたというところもあるんでしょうか。サードピックでレオナを取って、まあ、ガリオミッドですかね。そうですね、割とイレリアバンをした段階でもしかしたらカイト選手イレリア以外あまり AD チャンピオンがない、もしかしたらルシアン使えない、まあ、ジェイスも消えてる、イレリアも消えてる、残りミッドで出てくる AD チャンピオンのメタなのがもうルシアンぐらいなので、ガリオは割と安心して出せたのかもしれないですね。さあバンフェーズ2です。ブラームから消していきました。相手が見えているのは CGA からすると、まあ、AD キャリーとトップが見えない状態ですが、そうですね、おお、ベイン、まあ確かにそうですね、そうですね、エズリアルと一緒に、マーブル選手にファームされたら嫌なので、もう続いてサイラス、アルティメット強いの取ってますからね、 V3。 そうですね、スレッシュ消すのかなと思ったんですけど、スレッシュは問題ないみたいですね。そう考えてますかね、まあ、勝負してこない、どうですかね。5個目割とスレッシュバンが結構安定なのかなと思ったんですけど、ブラウムを消して、まあ全然スレッシュであれば動いてもいいですからね。はい、 CGA のラストバンはカリスタを消して、まあ、ボット勝負されるのをまあ嫌ってますね。そうですね、
ラストピック、ただ鷲大選手が取れるので、まあ、ここで AD マーブル選手何を取るかですが、アッシュなんかは残ってますよ。アッシュはいいですね。ジャングルミッドのラインも助けれますからね。スカウト方向を使うことによって、おー、なるほど。やっぱり一緒にファームしてキャリーしたいみたいですね。あとはガリオもいますし、これ後半はサイドラインのプレッシャーっていうのもカイサですからありますね。ありますね。チームファイトも身長ガリオ、カイサっていうのは自分の位置無理やりずらすことができるので、本当にキャリーする気が満々だと思いますね、割と。さあ、そして CGA ですが、先出しウーコン行きますか。おロックしましたね。これはまあ、鷲田選手のチャンピオンプールといろいろ見ると、まあ、経年あたりが無難ではありますね。 V3 のラストピック CGA はどうでしょうか。サポートをロームできるチャンピオンの方がいいと思いますけども、おっとおトランドルにしますか。レオナを見てからトランドルですね。これはどうなんでしょう。これはですね、チームファイトを見てだと思いますね。V3 のもうこれ懸念はもうこれで確定なんですけども、うん、完全に手前から手前からやる、構成なので、まあ今回レオナ、まあ、多分懸念も見えてたと思うんですよね、 V3 が取るのが。となるとやっぱり敵のチャンピオンのタンクっていうのがサポートのレオナのみになるので、ピュアのタンクっていうのがガリオも、心情も、まあ、硬いは硬いんですけどピュアタンクではないので、まあ、トランドルがレオナに、アルティメット対象して、まあ、ゆっくり手前からやろうかなっていう感じでトランドル取ったんだと思いますね。これは懸念が見えてるからこそあそこでトランドルを取ったんだと思います。なるほど。さあ、これでマッチアップで揃いましたが、まあ、ボットではなくてトップサイド、まあ、ミッドジャングルからっていうところは指示やはり意識していたようですね。そうですね、先出しウーコン取って、懸念でちょっと辛いとは思うんですけども、うん、ジャングルミート強いチャンピオンを取っていて、ボットレーンがですね完全にエズリアルファームするレーンなので、ウーコンが辛いとしても、懸念ウーコンっていうのはタイミングがあれば懸念のこと倒すのは可能なので、アルティメットから無理やりエンゲージすれば、ジャングルミートの助けがあればいけるので、そういうピックだと思いますね。まあ、まずはリーシンシンドラ、ここでゲームを作っていきたいのが CGA、はい、V3 はどうですか。 V3 もそうですね、ガリオ信者王っていうのはかなり強いですし、まあ、信者王っていうチャンピオンがそこまでめちゃくちゃファームしたいっていうチャンピオンではないので、ちゃんとしたルートを取りつつキャンプを勝って、行くべきところに、行くっていう形だと思いますね。気になるのは、どちらのチームが先に動くかですね、うん、ファーストガンクがどちらかというのがかなり、ゲームの、鍵になると思いますね。それがまた成功するのかしないのかですね。なるほど。序盤の見どころはそのポイントになると。そうです。仮にですね、信者が、まあ、ユニカ選手が、まあ、今回レッドサイドなので、まあ、右上のスタートなんですけども、赤バフから始めて、トップサイドを買ってボットに行って、ボットに行った際にガンクが成功するしないに関わらずボットに行くことによって、どうなるかというと、リーシンが今度はですねミッドとトップで主導権握ることができるんですよね。なので一概にもですね適当にガンクできるから、うん、ガンクすればいいよというものではないんですよね、うん、ボットにガンクしてしまうと、ボットでは有利を取れるんだけども2レーンのですね、プレッシャーがなくなってしまうので、それの駆け引きっていうところですね。なので、基本的にはジャングルミッドのレーンっていうのはなるべく最初のファーストガンクできるなら、僕はミッドがいいと思うんですよね。ミッドにガンクすることによってミッドが勝つとサイドレーンに TP を使っていくこともできるし、ミッドレーンのウェーブをプッシュした後にですね体を隠すことによってどちらも、レーンが有利が取れるので、なので僕は、どちらのチームが、まあ、ミッドやっぱりジャングルのところで有利を作れるかですね。はい、まずは、まあ、ワンフラッシュだけでも取ると全く違いますよ ね。ただそうですね、ミッドのフラッシュっていうのがかなり大きいと思いますね、ボットが1キル取られたぐらいではそこまでボットの有利不利ってそこまで変わらないと思うので、本当にジャングルミッドですね、カイト選手とフナビ選手なんとかしてですね V3 に、土をつけてほしいですね僕としては、はい、まあ、そうなってくるとねまたタイブレークが見えてきますからね、はい、そうすればここのマッチアップはまたもう一回見れるみたいな、そうなんですよね、ところもありますから、はい、まあ、V3 スポーツこれまでのところ気になるところというと本当にワンゲームに1回ちょっとミスが出るぐらいですよ。そうですね、ただ V3 としてはやっぱり強気にチャレンジしているところがあるので、まあ、そういうところでの、ミスなので強気にチャレンジした上であとはミスをどれだけなくすかっていうところだけだと思いますね。 V3 はマクロ的にも、レーンのミクロ的にも本当に強いと思うので、はい、なんとか頑張ってほしいですね CGA。 そうですね、まあ、お互いに3日間間がありましたから、はい、その中でどういう戦略を立ててきたのか、はい、準備してきたのかですね、はい、もう本当に Day5 はこの1試合だけっていうのも分かってたと思いますから、はい、まあ、やはり1位タイブレーク
なんでしょう、まあ、もちろん1位でそのまま V3 抜けたい、無敗を目指してますと言ってますから、はい、思ってると思いますが、結構もう1試合見たいなっていう気持ちもね。そうなんですよね、はいはい、本当に今回も、首位と2位の戦いなので、これがねもう1回見れれば、僕としてはたくさんゲームが見れたら嬉しい側の人間なので、はい、いいゲームを見せてほしいですね。さあそれでは試合の準備できたようですから見ていきましょう。さあ始まりました LJL2021 アカデミーリーグ Day5 ゲーム2、 V3 スポーツアカデミー VS クレストゲーミングアクトアカデミーの試合スタートです。そうですね、ジャングルルートのとこですかね。僕がフナフィ選手だとしたらやっぱりエズリアルトランドルのところにはなかなかガンクに行けないと思うので、ミッドとトップを見ると思うんですよね、ただ V3 としては、別にトップを見なくてもいいんですよね。カウンターガンク、ケネンとウーコンというところでは、ケネンの方が有利マッチアップですので、ケネンが有利トレードを行った時に、お、そうですね、これは、挨拶ですね挨拶していったんですね、はい、ケネンが有利マッチアップなので、ケネンが有利な状況でダメージトレードをして、そこにリーシンが来るようなら信者がカウンターガンクを見るというオプション、または、ミッドレーンに普通にガンクしに行くっていうオプションと、逆に V3 はボットレーンでも作れるので、カイサーレオナっていうところも、レベル3以降はかなりダメージ入るので、V3 の方が割とやれることは多いのかなと思いますね。そうですね、あと CJ はフナフィパワーは序盤ありますが、レーンに対するその CC というところあまりありませんから、ガンクも結構難しそうな印象はありますね。そうですね、さあそしてトラップを張っていますがワードに見えている。おっと、キューナイスは外れたが、ゼリスブレードを返していって、これはプリウムが捕まったが、大きなダメージにはなってはいませんが、経験値どうでしょう。右を少し消えていたようにも見えましたが、そうですね、おそらく据えてるとは思いますね。まあ、V3 いつものですね、ヘテル選手レオナを取った場合必ずゼニスブレードでトレードしますからね。まずは一つ、まあ、これもご挨拶ですね。ご挨拶ですね、はい。さあそして AI フィルミン 55% V3 スポーツアカデミー大きくいきましたね。そうですね、トップのところもやはり 1v1 だけを見るとウーコンきついので、おー、カイト選手いいですね、覇気出して、レーニング頑張っていきたいですね。ミッドレーン、ここはチームとしても期待したいところですよね。はい、本当にミッド 1v1 で勝つだけで、ジャングルの介入なしで勝った場合、トップレーン、ケネンがレーニングしづらくなるので、カイト選手かなりキーを握ってますね。これ 55% なんですか。これ本当にすごいことになってますよ。そうですね、ずっとV3 の方が有利なように見えますけど、はい、7分と31分のみですね。アルティメットを覚えて少し経ったタイミングで、まあ、CG としてアクション取れないと、まあ、そのままずるずるいってしまうというのは AI 君の予想のようですね。そうですね、やっぱりレーニング見てもうまいですね、 V3 のボットレーンは。ああ、ここも足でしっかりダメージトレード返していきます、うん、トップレーナーもうまいですね、トレードの仕方。本当に V3、レーナーの筋力がありますね。そしてワシダイも押し込んだ後ですかね、ワードをブルーの手前送ることができていたので、フナフィの位置ほぼほぼ分かってるでしょう、うん、しっかりとエウゲオもトップサイドにワードを刺しています、はい、ちょっとやっぱりサイドレーン CGA、レーナーだけで見るときつそうなんですけども、カイト選手コラプトポーションなぜかですね3つ残したままガリオのポーションが全部なくなっているので、これはわけわからんですね。そう、かなり頑張ってると思いますこれをなんとかカイト選手を生かしていきたいですね。本当に強いですね、カイトのシンドラというのは。強いですね。おっと、ゼニスブレード捕まった、バーストはどうだ、足りはしないがイグナイトは打っている、ピラで返して、うん、しかもダメテロ狙っていきますが、やはりエズリアルここが苦しい。まだカイサー今ポーションを一つ飲み始めてもう一個ありますからね、ボットレーントレードのところはかなり V3 の方が有利に立ってます。おー、ゼニスブレード当たったが、チコブリンクは間に合った。ヘテルもマラがなくなってきたタイミングではあります。積極的に仕掛けていく。フナフィミッドレーンを狙いますがワード見えている。ここはスクライブルーム叩いていたようですね。ワードを破壊していきました。おっと、ピラーでマーブル捕まったか、ただミニオンの数が多い。ユニカは現在トップレーンサイド、ぶつかるか。これ出会ってもいいですよ、別にシンドラの方がマナもありますけど、まあ無理はしないですね。そのようですね。カイト選手まだコラプトポーションとビスケット残してますね。ミッドレーンのところトレードはカイト選手の方がうまくいってると思いますね。ここはフナフィーとともになんとか有利を作ってきた。本当にミッドレーンが狙いどころですね。さあただ V3 も狙っているぞ、見えていない。 CGA のモモが引き込んで引き込んで、さあここにフナフィー登場。
わしらフラッシュはありますが、フラッシュアウト、フラッシュイン、狙っていって素晴らしい強暴打一発、モモがファーストブラッド獲得です。いいですね、フナフィ選手素晴らしい仕掛けでしたね、これはベストなタイミングですね。ウェーブもめちゃくちゃいいですね。これは TP 割と切るしかないと思いますけど、使わないとロスト大きいですよね。そうですね、切りますね。さあテレポートを使ってわしだいレーンに戻りました。ただこれですね、さっき僕が言ってたポイントです。あ、これはリプレイですが、本当にいいですね。このワードギリギリ映りませんでしたね。ブッシュ入れましたね。これがもうちょっと左だったら鷲大選手入り口抑えられてましたか。そうですね、若干の差ですが、これはあれですか、フィードバックされるやつですか。いや、ただまあこれはまあ仕方ないですねはい、仕方ないです。ただまあこれで、さっき説明したようにトップに移るとですね、今度はミッドボットでの間のところで新庄が主導権を握るので、ドラゴンですねリアクションで取りました。うん、まあ、こういった攻められたら攻め返すというところは V3 やはりきっちりしてますね。はい、しっかりしてますね、リアクションが。さあ、エウギョソーサラブーツから攻撃していきましたね。マーキュリー買うのかなと思ったんですけども、確かにまあそこまでマーキュリーが刺さるような構成でもないのでソーサラブーツにしましたね。かなりカイトのハラス苦しいかなと思いましたけどね。そうですね、レーン安定にやるなら、マーキュリーの方がいいと思うんですけど、結構強めな、強気な選択ですね、うん。まあ、プレデターも今回選択していますから、こうどこで使っていくのか見ていきたいですね。そしてやはり気になるかな、ワシダイそれでもトップレーン押し込んだ後またグロンプにワードを置いているので、ここでフナフィが映るとまた1というのがバレます。映りましたかね今。そうですね、映りましたね。こういったところきっちりしてますね。そうですね、ただ1キル、まあ、モンボ選手に入ったので、まあ、ここから、少しでもです、ね、レーンが楽になればいいですね。さあフナフィレベル6です。おっとデニスブレード、ただチコは先ほどからこのブリンクの反応が素晴らしい。そうですね、これはトレードのところはイーブンですね。 Q が当たっていればというところでした。ミニオンにブロックされて WQ 発動はならず、 CS はしっかり取れてますね。60対60。そうですね、このウェーブが返ってこれば、CGA の方がボットレーン CS は勝ってますね、うん。タワープレートもまだ削れていません。そこにフナフィやってくる動きがあるぞ。ミッドレーンもカイトが押し込んでいる。営業体力テレポートともに残っている状態ではありますが、カイトがここから寄っていく。マナが少し少ないか。ただビスケットがありますね。いや、これはバレてますね。ちょっとレーニング、基本的にはですね V3 からトレードを仕掛ける形だったんですけども、こういう風にちょっとトランドルが前に出てやると、まあ、ジャングルおそらくいるのは分かってると思いますね。なので反応してこないとテレポートの返しだ。早かったな V3 サイド。ただここにクナフィやってきて、ゼニスブレード伸ばしたところ打ち去られる形。ガリはどうだ。おっとブリック止まったぞ。闇の波動がいい形で入りました。カイト素晴らしい1キル獲得。 CGA ミッドレーンのフラッシュが落ちたのもかなり大きいですね。次からシンドラの方がかなりレーン戦プッシュできると思いますね。ボットレーンでガンクしたので、ここのヘラルドはですね、ユニカ選手割と取らされたという形が正しいと思います。そのまま押し込んでタワープレート破壊はちょっと足りませんかね。この後押し込んでそのまま取れそうでしょうか。う、ね、フナフィまだ待っていましたが、これはタープレートまで取れると思いますね。まあ信者をヘラルドやっているのも理解しているので、 CCA 側としても、うん、ボット、まあ、見れるならもう一度見てもいいですが、まあさすがに無理しないですね。ワードも置かれていますね。取りたかったですがミニオンに座れる状況になってしまいました。さあヘラルド獲得はユニカリプレイです。前のめりになったところテレポートでの反応はありましたが、まあ、これはおそらくまあレオナだけ切ったという形ですかね。おっとモモを狙っている。分身ダブル当たっているぞ。雷撃の嵐から旋風演武でモモ返します。タワー下逃げ延びたところ英雄氷も決まってはいない。タワーダメージによってダウンですが、触れていなかったのでガリオフラッシュがない。これ間に合います、ね、ゴールドが入っていません。間に合うゆっくりやればいけますよ。カイトがユニカの位置を見つけてぞ。マルクの本流から、うん、素晴らしいキル返しはフナフィ。いいですよ CGA テンポいいですね。これねゴールドが入ったキルだと1-1ですね。ワシダイはデッドのみ。ウェーブのところのロストも、V3 の方が大きいので、これは CGA の方がトップのところでのトレードもいいですね。今のところフナフィ選手全レーンに関与してますね。やはり優先して取ったリーシーンいいですね。素晴らしいですね。リプレイです。
モモを狙った3人での仕掛けでしたが、これはちょっと深追いすぎましたかね。まあ、ただエクセキュートなのでキルのところだけで考えれば11トレードですね。そうですね。ただサモナースペルのところで有利を取ったのが CGA という形ですね。あとはウェーブロストも V3 のが大きかったのでこれのトレードも CGA の方がいいですね。今のところアクション先に起こして成功させているのは、CGA サイドだと思いますね。続いてのドラゴンどう考えるでしょう。2個目までギブしてゴールドの方を見てもいいと思いますね。もう少しウーコンの方を楽にさせてあげたりだとかですかね。エズもまだダメージは出ないですよね。そう、基本的にはエズリアル、ソラフラドンピシャだ。クレンズが早すぎた。まあただ問題ないですね。クレンズ、最初に使っても次からの CC の時間短くなるので、まあ問題ないと思いますね。さあサムナースペルの有利をボットで取りました。 V3 エズリアルのフラッシュクレンズダウンです。レオナのエンゲージスキルがなくなったので触りますか。ただスカートルも取られているぞ。そうですね、ちょっと触るのはどうですかね。先に V3 の方が先に合流できますからちょっと危ないシーンですが、ミッドレーンのカイト選手がかなり無理をして体を張っているように見えます。おっと Q が振ったがヘテルには届いていない。そしてユニカがやってくる。チコも横からプレッシャーかけてはいますが、プリもこれはどうする。クラッシュアウトの判断だ、ね、ちょっと浮いちゃいましたね。営業もやってきている。トップはテレポートがあるのはワシダイのみです。狙いはヘテル。プリモが到達。噛みついて闇の波動のスタンからフナフィがキル回収成功です。ちょっとお互いオブジェクトの触るタイミングのところ迷ってましたかね。お互いのチームだと思いますね。そうですね、そういう風に見えましたね。 CGA サイドとしても、ボットレーンをプッシュされてるんですけども、先にカイト選手の方がミッドレーンプッシュできるので、まあ、ボットが先にマーブル選手ヘテル選手寄ってもカイト選手が先に寄れるという読みだったんですけども、カイト選手もちょっと合流遅かったですし、まあ、V3 としてもちょっと、悩んだ結果というところでしたね。おっと、ただそのカイト前に出たところユニカが後ろからやってくるぞ。フラッシュはありますが、まあ、死んじゃうフラッシュないのでこれは、ミッドレーンのプッシュだけだと思いますね。フナフィーも近くにいました。エラルド召喚。フナフィーは少し距離を取りながらかかってくるのであればと構えていますが、これでゴールドは営業ユニカ2人に入ります。続くヘテル選手、先ほどのキルも、フナフィー選手に入ったのでこれでリコールしてゴアドリンカーが出たタイミング、心情よりもかなりビルド強力ですね。うん、さあドラゴンのリプレイです。お互いに悩んだ。そうですね、 V3 としては下側の視界が取れていて、ボットレーンが先に寄れる。 CGA としてはドラゴンより上側の視界が取れていて、ミッドレーンが先にプッシュしてミッドレーンが寄れるという形だったので、まあ、ちょっと難しい形ではありましたね。ここでまずプリモがフラッシュを使わされて、テレポートの差もありましたが、そうですね、プリモ選手はアルティメットも使ったので、まあ、ちょっとヘテル選手、まあ、浮きすぎましたかね、位置が。最後はスタンで捕まってキルになりました。アイスさんの話だとこのドラゴンちょっと CJ としてはまだ捨ててもいいかなという話だったから、かなりいいドラゴン。そうですね、エズリアルのビルド的にも、まあ、カイサ今回、1個目セレイトドダークいっていて、まあ Q のダメージに、かなり振るっていう、まあ、カイサの方が簡単にパワーが出るのかなと思ったんですけども、そうですね、うまくやりましたね CGA。 はい、地下ディバインサンダラーも完成しました。そして今回のサマーズリフトはオーシャンソウルになりました。さあ続いて2体目のヘラルドの時間ですが、ここからですね、ゴールド1系差、勝っていてドラゴンもイーブンなので、何より今フナフィーにパワーがありますね。そうですね、フナフィー選手から動かしていきたいですね。あとはカイト選手のところもかなりパワーあるので、 CS も20勝ってますし、さあユニカとヘテルが合流。ここでボットサイドに入っていくぞ。そうですね、これはヘラルドギブしてボットダイブ見てますかね。まあ、これはですね、トランドルとエズリアル、これに気づければ逃げる逃げる、見えたでしょうね。いいですよ、プリモがうまく逃げれるかですが、トライブシのワードで見えていた。プリモ先ほど、そうですね、フラッシュアツ使用しました。1キル回収はマーブルに入っています。
そしてこのヘラルドはギブと。そうですね、 V3 としては完全にヘラルドをもう、まあ、3、40秒前からですね完全にギブして、ヘラルドを取られる代わりにボットダイブを見ようという形で V3 は、ローテーションを組めたたんですけども、ちょっと CGA としてはローテーション悩んでいて、ヘラルドに行きたいのに、ボットレーンに2人残っている状態だったので、ちょっと、動きがちぐはぐでしたね。パワーダイブ英雄降臨、4人、いや3人にノックアップが入りました。ただそのままワシダイのキルには成功ですが、タワー下で次々に CG で倒れていくぞ。そうですね、 1-2 トレードになってしまっている。本来ですね、本来ヘラルドローテーションを組むのであれば、エズリエルとトランドルというのも相手がヘラルドをギブした場合ボットレーンに来ることは分かっているので、本来この2人のチャンピオンもトップにいれば、完全に、トップダイブのところできてたんですけども、ちょっとローテーションのところ CGA 今回は、後手に回りましたかね。さあこれでゴールドの有利がひっくり返りましたね。わずかですが、ここから CGA 選択のミスをしたくないですね、絶対にさっきの、シーンでは、エズリエルとトランドルは、まあ、ミッドレーン、まあ、ないしはトップレーンへ行くという形ですね。ミッドレーンを先にプッシュした後トップ側に流れるという形ですね。ドラゴンまで45秒といったところです。リプレイから、まあ、見えてましたね視界で。まず見えてますね、まあ、でも鷲田井選手と、エウゲウ選手に至っては、完全にこれは理解しているので、トップダイブにいるという、トップダイブが来るということをですね、V3 は、ヘラルドをギブしてボットに行っている。なので鷲田選手は、ダイブされる危険性があるんですけども、トップに残っているということは、トップ側で何かさばけるという、まあ、理由があるから残ったわけですからね。あの英雄降臨を準備していたと。そうですね、はい、完全に、待っていた側に、仕掛けられちゃいましたね。さあそしてヘラルド召喚ではありますが、ミニオンの足りてはいないぞ。押し込んでいくのはチコ、カイト、フナフィーですが、なんとか処理をしたい。突撃までは入りました。ただタワーは割れません。ドラゴンアップしています。ここからですね、英雄降臨がちょっと間に合わないですね。そうですね、クールダウンなのでこれはドラゴン触っていいと思いますね。逆に、V3 としては先ほどトップ仕掛け、トップのダイブをさばくためにアルティメット2つ使っていたので、ちょっとアルティメットが、上がるまで待ちたいですね。わしらはおっと仕掛けてきました。ゼニスブレードは届いていない。ソーラーフレアはフナフィフラッシュアウト。ここのサムナースペルを奪いましたが、時間を稼いでますかこれは営業の。そうですね、ただトップレーもモモ選手が今度はプッシュした後、モモ選手が TP 先にできるタイミングなので、これはドラゴン触ると思いますね。 CG ワードを破壊した後、はい、モモ選手が今トップを押し切りましたね。そして姿を消してますね、はい、このタイミングは CGA、完全に先に飛べるのでドラゴンヒットすると思いますね。さあ営業のアルティメットクールターまだ上がっていません。カイトがユニカとヘテルの位置を見ました。ピラーを使って時間を稼ぐ、時間を稼ぐ。ユニカどうする、飛び込むか。ダブル渡っているぞ。ヘテルも合流、仕掛けていった。おっとたらここでエウゲオがタウントによってカイトを捕まえ一瞬でデッド。ドラゴンまだ継続中。ワシャやってきて雷撃の嵐、チコはブリンクアウトに逃げることができました。旋風エンブレモモを返してはいるものの、ここ踏んどうか。やったらプリモと合流しながらノックアップを多くのメンバーに与えることができている。もう体力は少ない中でここでフラッシュイン、マーブルが仕留めていった。プリモフラッシュアウトしたせ、ここで竜の怒りから9ダメージ絞りましたが、ユニカには届かない。ただチコがエウゲを倒すことには成功。ただボイドシーカー飛んできてフラッシュダウン、うん、惜しい。交換に持ち込もうとはしましたが、ユニカを返すことには成功。3キル、いや4キルと2キルの交換になっています。ドラゴン獲得は V3 になりそうです。そうですね、広い集団戦だったんですけども、これはカイト選手フラッシュアルティメット残してしまったんですけども、逆にここで、いや取り切った。その後ボットサイドに逃げていく。これは捉えられることが できなそうだ。バブルスーパーチャージから仕掛けていってのバースト、足りたいか。シアの雨ぴったりですね。いまだにこの集団戦、ゲーム 4-0-2 ですね。また死んでないですね。また KD 伸びちゃいますね。また伸びちゃいますね。やっぱり集団戦のところの細かい判断ですね。エウゲオ選手が今回の集団戦では一番輝いたと思いますね。モモ選手、ウーコンもかなりいい入り方したんですけども、ここシンドラをキャッチした判断ですね。リプレイです。ここですね、うん、いいフォーカスコールですね。ただモモも返したんですが、やはり1人でしたね、瞬間的にダメージを出せるのが。そうですね、ここにシンドラがいればというシーンでしたが、うん、
うん、ここもリーシンが信者を倒していたら、いや本当にスキル一個一個の差ですね。最後も本当に少しだけ足りない、本当に惜しかったですね。どっちが勝ってもおかしくなかった集団戦だと思いますね。ただその中でもやっぱり AV 選手の入り方が素晴らしかったですね。いい判断でした。おっと、今度はエウゲオ英雄降臨が上がっているタイミング、ソーラーフレア、スタンは決まったがゼニスブレードは届かないか。ミッドの睨み合いが続きます。お互いのトップレーナーはトップへ戻りました。さあゲーム時間も20分を超えて、グローバルゴールドのところでは2500ゴールドといったユリを V3 スポーツアカデミーが作っている状況、ね、ドラゴン1対2さ、ゴールドとドラゴンどちらもまくりましたね V3、うん。ここからサイドレーンのテレポートがあるのが、エウゲウ選手のみなので、まあ、エウゲウ選手をサイドレーンに送るのがいいと思いますが、さあピラーからいいポークダッチコー、そのままタワーに触っていきたいですが、カバーはユニカとヘテル、いやいいダメージ出る。これはそうですね、CGA としてはうまくポークして戦いたいですね、うん、あまりオールインしたくないですね、かなりエズリエルとシンドラダメージが出るので、ゆっくりとゆっくりと敵の体力を削ってから当たりたいですね。オールインにはさっきの営業の栄光のシーンもありましたからね。ありましたね。さあタワーはミニオンで破壊できました。ミッドのアウタータワー破壊に成功、 CGA アカデミー、うん、モモ選手もサイドレーンプッシュできている、悪くないですね CGA。 これはテレポートがない中でうまくグループしてミッドタワーを折り切りましたね。いい判断だと思いますね、うん、落ち着いてタワー破壊につなげられましたね、はい。さあここからのアクションどうでしょう。少しこう、まあ、バロンドラゴンといったところ、この、まあ、5分間をめぐってそれまでファームみたいな展開もよくあるタイミングではありますが、そうですね、今回ですねお互い、まあ、エンゲージを仕掛ける選手が、V3 だとヘテル選手で、割と CGA だと、まあ、トランドルのスローから、集団戦がいつ始まってもおかしくないので、まあ、敵のチャンピオンですね、敵のプレイヤーが、まあ、ミスした立ち位置を取れば、集団戦は始まりますが、まあ、これといった、ファイトのタイミングっていうのはやっぱりオブジェクトがないので見つかりにくいと思いますね。続いての1分30秒後、このオーシャンなりそうでしょうかね。そうですね、戦闘のタイミングはそこだと思いますね。トップサイドカイトを狙うか、ただしっかり予想はできている。下がりました。ドラゴンまで1分20秒ほど。まあこういうところもそうですね、まあそこまで取りたいオブジェクトがないので、まあこのタイミングでもちょっとバロンは厳しいということから、そこまでトップシンドラも無理してプッシュするタイミングではないので、ああいうところは、決まらないですね、ガンクは。さあドラゴン1分を切りました。ただ入っていくのバロンサイドですね、 V3。トップのアウタータワーはお互い残っています。ヘテルがスキルを使いながら強引に視界を取る。エウゲオが少しボットサイドから姿を消してプレッシャーをかけています。テレポートもあります。そのままリバーに侵入、ミッドレーンドラゴン前へと入ってきている状況。ドラゴンの視界は V3 が先に取れますね。ヘテルはワードのスタックのために一度リコールしました。プリモもソラリのロケットを完成させて戻ってきます。フナフィ完全にトップサイドです。バロン見てますかね。エズリアルもこれで通行はパワースパイクですね。そうですね、ただ取れればドラゴン V3 スポーツ3つ目ですよ。オーシャンソウルですが、そうですね、全くドラゴンに行く動きはないですね。ないですね。ドラゴン3つ目ギブしてトップタワー取り行ってますかね。これはどう見ますか。いやちょっとトップタワーと3つ目のドラゴンのトレードでは、まあ、釣り合ってはいないんですけども、まあ、ちょっとドラゴンファイト重いと思ってるんですかね。ちょっと勝つのが難しいと思ってるのかもしれないですね。ファイトをしたら今の負けるんじゃないかなという、はい、うん、そうですよね。それ以外ないと思いますね。おっと、ただこれミッドもこじ開けられそうですよ。あ、チコ完全に追い出されました。ウェーブクリアもアルティメットももう切った後足りません。これでドラゴン3つ目のスタック、さらにはミッドのアウタータワーを V3 スポーツ、そうですね、タワーのトレードですね。 V3 が美味しいですよね。まあ、もちろんトレードとしては V3 の方が、有利なトレードですね。
ただ本当に重要なのがこのタイミングに勝てるのか勝てないのかっていう判断をチームで下した上なので、うん、その判断はまあ、悪くないと思いますね、まあ、チームごとに分かれるので、うん、はい、このタイミング勝てると思うプレイヤーもいれば、まあ、今回の場合だと CGA5 人で相談した結果今回ドラゴンギブしようという判断だったので、まあこれは仕方ないと思いますね、まあ、2回目のドラゴンのところは両方迷っていたようなシーンもありましたから、ああなるよりはそうですね、はい、最初からギブしてトップタワーしっかりと取っていった方がいいと思います。さとしかしそうなると次の、まあ、ドラゴンファイトは必ず戦わなければいけない、それまでに今足りなかった何かを準備する必要性がありますね。そうですね、まあ、トップのタワーのゴールドも全部、カイト選手に入れたので、まあ、ボイドスタッフ出ましたからね、シンドラかなり強いと思います。今ちょっとユニカが攻めていくバック TP、 これはワシダやってくるぞ、気づけるか、打撃の嵐英雄降臨決まっている、ストップウォッチでカイトはなんとか下げたがフラッシュアウトしたところにタウントが決まっていました。そのままユニカがカイトを打ち取っています。さらにはチコも倒されて2キル獲得、 V3 スポーツアカデミーバロンに向かいます。これはバック TP の判断も良かったですし、まあ、ワードを置いたことが良かったですね、よくあそこにはワードありましたね、あれは気づけないですね、全くビジョンなかったですからね CGA は。あのミッドナウタータワー破壊した後ですかね、タイミング的にできそうだったのは。そうですね、ヘテル選手ですかね、おそらく置いたの、うん、まあ、ここのブッシュにいることもこのトリンケ、ワードで、完全にバレてますし、ここに4人いるということはもうバック TP のタイミングだということで、まあ、これは、まあ、完全にもうファイトの内容というよりもビジョンの使い方のうまさですかね。おっとリプレイが終わったタイミング、エウゲオが追われているぞ、ユニカはバロンバフを使って早めのリコール、これは間に合いそうです。カイトが狙うか、いやから闇の波動スタンは決まった、いいダメージだ、モモがアルティメットも使ってここはキルを回収したいんですがフラッシュアウトからのロケットベルト追えません。ただこれはバロンの時間を使わせてるので、まあいいトライだと思いますね、浮いたプレイヤーをしっかりキャッチアップしに行きましたね、うん、ただゴールドのとこでもかなり差が出てきましたね、 5K とドラゴン2つ差がありますね。次のオーシャンまでの時間とバロンバフの時間を見比べると、まあ、ドラゴンの時間までバロンを使いながら、そうですね、ぴったりですね、押し込むというのは容易ですね。 V3 としてはしっかりと2本目のタワーミッドとボット降りに行きたいですね。テレポートを使ってエウゲオミッドに合流、インナータワー破壊に成功、ボットレーンはすでにワシダイが破壊しています。今カイトがリコールをしてベースに戻っている途中、 CGA まだメンバーが揃っていない。ただこの状況悪くないですよ、エズリアルとシンドラがうまくポークできれば、おこれはあれ前に出たタワーの攻撃を食らってるぞ、ヒューの怒りで蹴り込んでたまらずフラッシュアウト、なんとかマーブルの火力によってフナフィを落としはしましたが一時トレードからちょっとタワーダイブ過ぎな気もしますが、トップウォッチトゥルーショットバラージは当たっていない、ミニオンの攻撃がそのままタワーの破壊につながりました。かなり無理なダイブにはなっていますが結果は取れているか、タウントは1人を巻き込んだ、ただ先ほど営業フラッシュは使った後だ、ピラーに挟まれる形、ストップウォッチをやっている間にユニカがインヒビター破壊に成功、英雄降臨を使って短いブリンクではありますが味方の元へ戻っていきました。いやこれは CGA が悪くないと思いますね、ゆっくりやればファイトのタイミングあると思います、ね、もうアルティメットが上がりますよ、はい、ます仕掛けるか、届かない、ブリンクが届かない、チコのポークは入りましたがユニカがダブルで追い出した、インヒビターの破壊には V3 スポーツアカデミーつながっています。ただ V3 もかなりリソース入ったので、そうですね、サマナアスペルもヘテルのフラッシュではありますが使っていたシーンがありましたね。次のファイトでガリオの英雄降臨以外はアルティメットどうですかね、上がりますかね V3。 そうですね、ユニカは間に合いそうですね。逆に CGA としてはカイト選手シントラのアルティメット以外が上がった状態ですね、うん、ただエウゲオの栄光にないのはかなりありがたいでしょう CGA からすると。そうですね、逃げに使わされましたから。さあリバーの中はすでに陣取っているのは V3、 モモは横から入れる位置を探っている、ゼニスブレード届いた、ソーラーフレアはチコはブリンクアウト、ただしここで捕まっているのがフナフィ、ジャングラーがデッド、モモ旋風 M で入っていきましたが味方が合わせられません。もう一度ノックアップ、生き残れるか、あーここでスタンが届いている、素晴らしいワシダイ、ストップウォッチですが意に返していないですね。もうユニカは前を見ている、
カイトに接敵、エウギョの素晴らしいタウントから切り返しに成功です。さあオーシャンソウルにつながるドラゴンがアップしています。獲得しますねこのまま、オーシャンソウルプラス、そろそろ 10K に近づいてきましたね。かなりゴールドのところも差が開いてきました。マーブル選手なおもデッドしてないですね。フラッシュも残ってます。ストップウォッチも残ってます。604です。現在ただ集団戦のところやはりかなり頑張ってるなっていうのはやっぱり V3 でいうと、ユニカ選手とヘテル選手の入り方がいいですね。ヘテル選手のレオナのアルティメットに合わせてシンジャオが入ってアルティメットを栄翔すればシンドラとエズリアルその間ディールできないのでかなりその間に1人のプレイヤーが CG へ落とされてしまってますね。この場合もリシン動けず、いいキャッチでしたね。いいキャッチですね。ちょっと CGA チームファイトのポジションがバラバラですかね。モモ選手が入ったタイミングでも誰も入れずという形ですかね。こういうにかいいアルティメットですね。いいアルティメットですね。やっぱりチームファイトのクオリティが V3 高いですね。それぞれが何をしなければいけないのかがきっちり決めれているような。そうですね、自分の仕事がよく分かってますね。ユニカガーディアンエンジェルもできていますからかなり無理をして奥に入り込むこともできそうです。トップサイドをしていくのはマーブル、インナータワーへの接敵もできますが森の中チコドフナフィブリンクアウトで逃げていく。その間にタワーの破壊つながりそうです。ブルーチームのタワーが破壊されました。そしてボットをワシダイがテレポートを持った状態で押し込んでいっています。バロンまで30秒。 V3 が全レーンプッシュしてますね。うん、まあ、このまま、全レーンをプッシュしてミニオンを押した後バロンガのビジョンを取って、またバック TP のワードを置いて、バロンを触った後、バック TP からバロンファイトするのか、まあバロン2コンテストしに来ないならそのままバロンを獲得してまた、全レーンをプッシュするかっていう形で V3 はかなり、もういい選択しかないですね。 CGA としては後ろに入り込めるワード1本レーンに置けてはいますがそこに固まっている様子はないですね。ジャングルの中にしか避けしていっている。むしろ仕掛けるか V3、 横から見ているぞヘテル。ワシダイの位置をプリモが見つけました。ロケットベルトを使って無人台逃げてきます。このままだとちょっとバロンは厳しいですね。先ほどのバック TP が本当に嫌な思い出があるので全部ワードを消しながら進まないといけないんですよね。トラウマになってるわけですね。そう なのでちょっとバロンまで行くのは難しい。サイドにテレポート、ヘテルがフナフィ捕まえた。逃げた先にエウゲオとワシダイがいる。これはどうしようもない。さあユニカは前に出ていくぞ。そのタイミングで au コニー、そしてマーブル、キラーボイドから前へ前へ。チコニーを叩く届いているか。まずは手前プリモから倒していった。エウゲオとは次第側モモと戦ってはいますが体力に余裕があるオーシャンソウルでなんなら回復している。追撃をここで一旦やめレーンのプッシュに切り替えます。いやウーコングは、ウーコンはこれは一生ガリオにチェイスされますね。あ、これはリコールできそうにないですね。はい、ミッドを、3人でプッシュしてエンドゲーム見ていますね。時間を見てリコール阻害でしょう。はい、キューをピョイと、はい、はい、止めてますね。この後バロンまでですねアプローチしていいと思いますが、おっと、わ、まだ追いますね。プレデターからワシダイが挟み込んだ。いや見つかった。ガーディアンエンジェルがあるんですがこれは無駄になりそうです。使わされました。タウンとワシダイキリングスプリー、まあ、アンテナはこのままリコールして、バロンアプローチですね。 V3 はワシダイはリコールが間に合いませんでしたがエウゲは戻っていきました。バロンに行くぞというピンがこれでもかと出てますね。今カイサフルビルドですね。フルビルドまでノーデッドですか。そうですね、ただこのゲームで言うと、まあ、正直ちょっとマーブル選手と戦うところまで至っていないので、うん、チームファイトの形がエンゲージで結構決まってますよね。そうですね、もう戦いのファイトの始まり方ですかね。リプレイです。ここのところも完全にファイトの始まり方は
もうカイさんまで届く形ではないですからね。この後もこの後死んじゃうガリオが入って、残りカイさんは敵がスキルを使ったところにアルティメットで入っているので、チームファイトのコンセプトをやっぱりよく理解してますね V3。 さあリプレイの間にバロンもしっかりと獲得ができています。なんとかですね CGA としては100万点エルダードラゴンスティールしかないですかね。ここまで来るとエルダードラゴンこれで取ったら100万点ですか。そうですね、それしかないと思いますね。さあただそこに近づく道を果たして与えてくれるでしょうか。まずは視界を奪ってきます V3。 ドラゴンピットの中に1本視界があるようには見えますが、ウルトリンケットでしょうかね。ああ出場のワードが1本刺せてますか。さあボットウェーブゲオが押してくる。ジャングルの中にはユニカ、ワシダイテレポートを持ってトップレーン、ミッドレーンを安全な距離を取りつつマーブルが押します。はい、全レーン押し込んでますね。はい、ミッドにはスーパーミニオンがまだ湧いています。まあ、V3 としてはやっぱりエルダードラゴン取られる、リスクもあるので、このまま仕掛けていった、ピラーで反応はしていますが、すぐさま入ってくるのはマーブル。キラーボイドから竜の怒りでなんとか跳ねのけたタイミングですが、横から泳げをタウントはフーナーフィーストップウォッチで対応ですが、切れたところにしっかり打ち上げ、マーブルがレジェンダリーコール。戦えば勝てる、それが分かっていたアクションでしたね。そうですね、エルダードラゴンを取る、までもないですね、ファイトすれば自分たちが必ず勝てるというゴールド差ですね。もう13系差、オーシャンソウルもありますからね。エズリアルとシンドラのポークも痛くないですからね。さあそのままネクサスタワーにタワーダイブだ。マーブルがフリー、マーブルがフリーだ。ノックアップが一度入りましたが、そんなのいいに返しません。そのまま前、タワーダイブ、タワーダイブ、エース獲得 V3 スポーツ、そしてネクサスです。さあこのゲーム勝利したのは V3 スポーツアカデミーとなりました。途中まではひりついた展開というところもありましたが、はい、V3 有利を握るとそこから一気に引き剥がしますね。そうですね、やっぱりチームファイトですね。なんといっても、現在のちょっとアカデミーの中でいうとやっぱりチームファイトのレベルがですねやっぱり1個上ですよね。5人の、個々がですねそれぞれの役割をしっかりと担っているので、あとはですねファイト始まる前の判断も正しいですね、うん、しっかりと1個ちゃんと奥に置いたワードを使って、懸念ガリオのコンボから、うまくもうチームファイトが始まっていたので、そうですね、もうファイトが始まった段階で割と、V3 の方がいいエンゲージが決まっているので、ちょっとそこが、うまくいなせませんでしたね。 CJ としてはもうちょっと1回ディスエンゲージしてゆっくり、シンドラとエズリエルが相手を追う形でポークできたら、チームファイト可能性あったと思うんですけども、まあ、ターニングポイントはやっぱり3つ目のドラゴンあたりからですね、かなり V3 が大きく勝ち始めたので、V3 としては逆にですね、直すというか、フィードバックするポイントはもう決まってると思いますね逆に。なるほど、最後のリプレイです。まあ、ここはもうゴールドサダー暴力ですかね。そうですね、当たれば勝てると、はい、チームのコンセプトもいいですね。エズリエルとシンジャオがうまく、入れるタイミングで、毎回シンジャオがアルティメット打ってたので、エズリエルとシンドラがダメージ出せませんでしたね。そうですね、ピラーを使いながらエズシンドラの、まあ、ポークっていうシーンを作りたかったんでしょうが、ほぼなかったですね。そうですね、うまくかわされちゃいましたね。ユニがずっと倒受けてるんですよね。オーシャンソウルで回復してましたね。いや強い V3。 さあこれで、はい、有言実行ですか V3 スポーツアカデミーは。そうですね、全勝で、予選を抜けましたかね。はい、マーブルの KD これどうなんですか。そうですね、 今14キル0ですぐらいでしたかね多分。なので、はい、また35から上がります ね。 そうですね、また上がりますね。はい、はい、さあまた後ほどね試合が終わったらちょっとね調べておきたいかなと思います。はい、さあそれでは本日のアカデミーはあと2戦残っておりますので、はい、次の試合まで一度インターバル。